今日は赤玉ねぎを植えていきたいと思います。まず穴を開けていきます。よっよっ、こんな感じ。だいたい3センチぐらいだそうです。もういいかな。で、ここをほぐしていきます。ほぐしていって、1本の根を、これは、あ、ちぎれたこれは1本ですかね。1本かな。あ、1本、これが1本ですね。で、はい、結構ね、ふにゃってなってるので掴みにくいのでご注意ください。でいきます。で、ここですね、ちょっと開けますね。で、だいたい 2,3 センチぐらいが埋まるような感じでキュッと、こんな感じですかね。お、意外と簡単にできますね。ラディッシュを取っていきたいと思います。この胴のところを触るみたいですね。お、結構根がしっかり張ってる。お、あ、プチってなった。お、綺麗、見てくださいこれググと本当にしっかり奥まで根が張ってますね。ラディッシュさん、これはラディッシュは輪切りにしてサラダに添えるだけですごく彩りよく綺麗なサラダができるんですよね。あとはこのままディップみたいにしてね、つけてもすごく美味しいですし、あとちょっと輪切りにして塩でしんなりさせて、寿司酢をご飯に混ぜて酢飯にしたらですね、その上にラディッシュを乗せてラディッシュ野菜寿司みたいな風にしても美味しいですよね。チンゲンサイを取っていきたいと思います。よいしょ。おー、土がこんな感じしっかりついてますね。こんな感じです。根が張りすぎて隣のちっちゃいのも取ってしまうでしょ。はい、こんな感じです。はい、こんな感じですね。茎ブロッコリーを切っていきたいと思います。もうこれはもうお花がちょっと咲きかけているので、まあ、ギリギリなんですけれども、茎を食べるね、これブロッコリーなんですって。ここら辺からいきますね。こんな感じ。これもなんかもうそのまま塩茹でして食べても美味しそうですよね。ほら見て、可愛いですね、綺麗。うん、確かにこれ花瓶に飾れそう。キャベツを取っていきたいと思います、はい、結構ね、キャベツはしっかり茎があるので、ここら辺ぐらいかな、切りたいと思います。手を切らないように注意した方がいいですよね。はい、こんな感じ。
おお、結構芯が太い。で、葉っぱ、ここの外側は食べられませんので、こちらのまま虫で取っていきたいと思います。すごいずっしりしてますね。これだけずっしりしているキャベツが食べ頃、収穫頃です。こんな感じですかね。お、綺麗です。ローズマリー買っていきたいと思います。あー、いいですね。ローズマリーってね、ほんと煮込み料理にね、すごくいいんですよね。香りが強くて、あと肉の臭み消しにもね、なるので、私本当に大好きなんですけど、あの生のローズマリーを使ったことないんですよ、料理で。あの乾燥のローズマリーはよく入れたりしてます。あとあのカレーに入れるとすごくね、風味が良くていいですね。わー、こんなにあったらいろいろ作る。三つ葉いきたいと思います。三つ葉ちょっともうこれ結構大きくなってきているそうなので、硬くなっているんですけど、ちょっと硬くなった三つ葉とかはいっぱい刻んでですね、香りはすごくいいので、卵焼きの中とかに入れても美味しいですね。あとはそうですね、しっかりなんかソテーして最後の香り付けとかにも使えると思いますので、全然いろいろ料理できそうですね。あ、あの水葉って少し入れるだけですごくあの香りが良くなりますからね。お吸い物とかでもね、茶飯とか。ここまで結構硬くなってるものだと、お吸い物よりかはこうソテーとかそういうものの方が向いてるかなと思います。はい、以上です。里芋を取っていきたいと思います。よいしょ、これを、なんかあの大きな株っていう絵本のお話みたいな。おお、え、何これ、え、これごと、こんな感じです。野菜とかこうやって大きくなってたら感動ですよね。絶対嬉しいですよ。味も100倍ぐらい美味しくなりそうですよね。よいしょ、うわこんな感じでポキッと里芋は取っていきます。これドレッドヘアみたいな。うわごまがしにしたら絶対美味しいですよね。あとあの里芋をよく皮を洗って皮ごとあの揚げてポテトフライみたいな感じにしても美味しいんですよ。あとは里芋のコロッケとかね。なんかスターウォーズに出てきそう。これで全部詰め終わりました。